全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。先日とあるテレビ局の朝の情報番組を名乗る人から問い合わせがありました。夏になるとうつ病が増えるのはなぜですかという質問でした。会社員は夏のボーナスをもらってから退職するという人が多いようですが、うつ病で辞める原因、うつ病になる理由で思い当たることはありますかという趣旨の質問でした。なんというか結論ありきで理由探しをしているだけのように思えましたので、あまり答えたくないというのが正直なところでした。夏になるとうつ病にかかる人が多い、なぜなら専門家もこう言っています。こんな構成が最初から決まっているのではと思ってしまいました。この質問に対して回答しないという選択肢もありましたが、具体的な回答は難しいですが、うつ病にはある特定の季節になると発症する季節性のうつというのはありますとだけ回答しました。今回電話してきたテレビ局は有名な大手のテレビ局で、番組名も有名なものでした。うつ病の特集か、夏に退職する会社員の特集をするようでした。ただ、細かい説明もなく、知りたい答えだけを求めてくるような質問でしたので、若干不信感を覚えてしまいました。限られた時間内で番組を作らなければならないので、スピードが求められるのでしょう。速さというのに価値があるというのは私も同じ考えです。注文していた荷物が早く届いた。発売前の新商品を早めに使わせてもらえた。頼んでいた仕事を素早く対応してもらえた。こういった思っていたより早くことが進んだということで嬉しい思いをしたことがあなたにも一度はあると思います。速さは時間を生み出し、それが価値にもつながります。しかし、速さばかりを追い求めると、品質が犠牲になります。障害年金の業務もそうです。できるだけ早く手続きしたい。しかし、不適切な書類をそのまま提出してしまうと、最悪不支給になってしまいます。事後受賞の手続きなんかは、月末までに手続きしないと、1ヶ月分の年金がもらえなくなってしまいますので焦ります。できる限りスピードを上げつつも障害年金を受給できるようにするという結果に悪影響が出ないように障害年金のサポートを行っていきたいと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。